よし、ちょっと結果見よう。任天堂オンラインが切れてて、切れてると結果も見れないんだね。で、1からいきます。丸まり、早取り。363。どうよ。1!来た!世界ランク1位来たよ。やりましたね。っていうか、これ全1位じゃん。俺思うんだけど、これ、挑戦回数でこう順位出した方がいいと思うんだけど。全員同じになっちゃうじゃん。これも1位でしょ、当然。78年生まれ。よし。当時8歳。なんか良い子の番組見てて思ったんだけど、挑戦回数って入れた方がいい気がするんだよな。時間とか。昔のキャラバンみたいに時間制にするとか。コイン早取り。うわぁ、遅え。1306位だ。あんまやり込まなかったもんな。でも 3% だよ。78年いくつ?37位。当時7歳。なんか第1回目よりもちょっとやり込みが薄くなってきたんだけど。もういいやってなっちゃって。1066。これで1066。でも上位 3%。35位。やるじゃん、同年代。ドンキー。これ1位って何秒出てんだ。59位。当時5歳。ピューってやってたな、5歳は。ゲームウォッチとピューとやってたよ、5歳。ブロック崩しと。これはもう全然やってない。もうやる気が起きない。これ長すぎるのはちょっとね、やる気が起きないんだよな。912。やっぱ第1回目よりもやり込みが減ってるね。やる気が。前回の、これか。世界一どれぐらい早いのよ。これは見てもしょうがないだろうな。なんで俺も1位なんだから俺の映してよ。もうね、これね、動画載せたけど、363と365の違いがね、もうわからん。やってても。やってる俺もわからなかったもん。155って読む。早っ。え?あ、バックして取んないんだ。あ、全部正面でいいんじゃん。ああ、なるほどな。こんなん、ここのコイン全部取ったことないわ。普通のマリオやってても。チョロチョロチョロンで出ちゃうよね。あー、最後まで降りないんだ、リンク下まで。上当たって、あ、ちょっと下降りるだけなんだな。すげえな。あー、そうすると当たんないんだ、敵の弾が。当たるか当たんないか運だと思ってたのに。ファミコンも奥が深いな。このフレームなんか考えたことないもんな、ファミコンやってて。お、なんだなんだなんだ、お、おいおいおい、汚ねえ、これ汚ねえぞ。おい、世界一汚ねえ、汚ねえ、なんだこれ。裏技使ってんじゃん。この世界一の記録インチキだわ。うわ、出たよ、任天堂、これ失格だよ、これ。インチキインチキインチキ。
ブー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 、これインチキだ。別動画でもう一回出すぞこれ。インチキインチキ、汚ねえわ。わあ早いなあ。もう当たってるんだ。いいんだ当たっても。すげえな、パルテナの操作に慣れてんなこれ。早っ。迷いがないね。あの一発いるのかな。早い。すごい、こんな感じ。わ、でもドンキ汚ねえわ。あれインチキだよ。